ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。この前消えた YouTuber の解説をしたでしょ。爪楊枝少年とかドローン少年のエル君とか、ほぼお縄系 YouTuber な。お縄系の人たちが YouTube から消えるのは仕方がないかなと思うんだけど、他の理由で消える人たちっているのかしら？そこそこ人気があるチャンネルなら手放すのは惜しいと思うんだけど、美容系で消えた人たちなら何人か知ってるんだぜ。それ聞きたいわ。じゃあ今回は消えた美容系 YouTuber を解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一人目はミシェル・ファンさんを見ていこう。海外の方？ミシェルさんはベトナム系アメリカ人で、美容系 YouTuber の先駆者とも言える人だ。女性 YouTuber としては初のチャンネル登録者100万人を達成し、美の伝道師と呼ばれ多くの支持を集めたカリスマだ。あのヒカキンさんが僕が YouTuber を目指すきっかけを作ってくれた人と公言し、まだブレイク前だったヒカキンさんは彼女の講演会にまで行ったというほどだ。この人の存在が日本のトップ YouTuber の道筋を作ったかと思うと感動だわ。ミシェルさんは2007年5月からリセバニーのアカウント名で動画投稿を開始、すっぴんからメイクを完成させていくというもので、今では多くの美容系 YouTuber が実践しているが、当時は画期的なものだった。加えて彼女のメイクセンスやテクニックで動画はバズり、視聴回数は常に50万再生超え。2010年にはレディーガガのバッドロマンスのメイク動画を投稿して2000万回再生を記録し、以降セレブリティのメイクを配信し人気を博していった。絶好調ね。ミシェルファンさんの快進撃はまだまだ続く。動画が外資系コスメブランドランコムの目に留まりタイアップがスタート。さらに2013年にはロレアルパリから自身のコラボコスメ M コスメティクスが発売された。経済誌フォーブスでは30歳未満の30人の起業家に紹介され、多くの雑誌でも彼女の特集が組まれ、知名度は爆上がり、世界で最も稼ぐビューティーアイコンとなった。やっぱり YouTuber ってロマンがあるわね。ミシェルさんは貧しかった子供時代から成功することをずっと夢に思い描き、やがて YouTube と出会い、その夢が現実になった。ドラマチックだわ。だが2016年7月の動画配信を最後に彼女は姿を消してしまった。何の予告もなく YouTube もインスタも更新が途絶えてしまい、多くのファンが困惑し、様々な憶測が流れ、ミシェルさんの生存が心配されるほど大きな話題となった。一体何が？彼女の成功は夢に見ていたものとは違い、幸せと感じるものではなかったんだ。コラボなどの企業案件オファーに最初は自分を誇らしく思えて嬉しかったが、いつしか自分は広告塔でしかないと思うようになる。でも彼女にはたくさんのファンがいるじゃない。だが納得のいく動画をコンスタントに投稿し続けることにも限界を感じていたんだ。彼女は映像編集が大好きだったが、労力と時間のロスに次第に流れ作業と感じるようになった。また常に次の動画のことばっかり考えるようになり、再生回数が低いとプレッシャーになり、どうやって再生回数を伸ばそうかと考え始めた時にもう終わりだと思ったそうだ。それって YouTuber あるあるだって言うわよね。彼女は多くの人が求めるミシェル像を演じることに疲れてしまい、ネットから離れることを決意し、ヨーロッパへ渡り、そこで自然に触れ自分の心を取り戻した。2019年9月に YouTube でこれまでの経緯と気持ちを語り、再スタートを切った。コラボコスメ M コスメティクスを買収し、完全オーナーとなったミシェルさんは、起業家としても活躍している。よかったわ、どうなっちゃうのかって心配したわよ。だが2022年になって少し怪しいと話題になっているんだ。え？修練を体験したとかでスピリチュアル的なものに洗脳されてしまったようで、非科学的なことを宣伝し始めていて、ファンからは心配の声が上がっている。せっかく復帰したのに大丈夫かしら？二人目は綾野ののチャンネルの綾野ののさんを見ていこう。綾野ののさんは高校1年生だった2014年7月に YouTuber デビューをした。以前から YouTube が大好きで、特にアバンティーズの大ファンだった。そして自分も高校生になったら YouTuber になると決めていたそうだ。私も動画を見たことがあるけど、等身大の高校生って感じが可愛かったわ。あの YouTuber のラファエルさんも妹にしたいと言ったほどだからな。バンユンチャンネル結成前のバンビさんや、オルタナチャンネルさんとのコラボも話題になった。妹キャラとして可愛がられていたのね。動画では高校生らしいナチュラルメイクやヘアアレンジを紹介して、中高生中心に人気になった。
チャンネル登録者が48万人を超えた2019年4月7日の動画投稿を最後に更新がストップした。お知らせとかはなかったの？何の予告もなく2020年には動画のすべてを削除し、Twitter も停止してしまった。綾野ののさんは最大手事務所、ウームに所属していたが、事務所からの説明もないまま、所属クリエイターからも名前が消えた。事務所も辞めちゃったってことだよね？一体何があったの？綾野ののさん本人からの説明は一切ないので、ここからはネット上での憶測を紹介するぜ。大きく分けて二つの理由が推測されていて、一つ目は彼氏の存在だ。綾野ののさんはアバンティーズのエイジさんと交際しているという噂があったんだ。エイジさんって確か亡くなったんじゃ？メンバーは休暇でサイパンを訪れ、エイジさんは波に流されて帰らぬ人になってしまった。付き合っていたならもちろんだけど、もともとファンだったくらいだから相当ショックよね。うむ、ここは彼女本人にしかわからない。二つ目は彼女が以前から語っていた将来の夢だ。歯科衛生士になりたいと兼ねてから言っていて、学業に専念する道を選んだというものだ。だとすれば YouTuber との両立は厳しそうよね。いずれにしても本人から何も語られていないため、真相は不明だ。更新は少なめだがインスタに写真投稿はされているので、元気なんだとは思うんだぜ。またいつか再会してくれる日をお待ちするわ。三人目はチョイセリッシュの千尋さんを見ていこう。綺麗な人よね、動画も何回か見たことがあるわ。2015年には美容雑誌で美しすぎる YouTuber として掲載されたこともあるんだぜ。千尋さんは美容系 YouTuber の佐々木あさひさんに憧れて2011年から動画投稿を開始。コスメはプチプラからデパコスまで幅広くメイクやスキンケアを中心に紹介していた。メイクやケアのコツがわかりやすく丁寧でクオリティの高い動画は人気になっていった。美容に精通している人なのかしら？いや、千尋さんはメイクに関しては全くの素人なので色々と情報を共有して一緒に自分磨きしていきましょうと言っていて元のセンスと勉強したものだと思うんだぜ。一緒にっていうところがすごく好感持てるわね。2015年には登録者11万人を抱えるまでにチャンネルは成長したが、この頃から更新頻度が下がっていき、2016年2月19日の投稿を最後に姿を消してしまった。またツイッターも同様に更新が途絶えてしまった。一体何が？これも憶測だがネット上では、インフルエンサーとして企業 PR の動画が増えて、視聴者ファンから反感を買ってしまったからではと言われている。商品紹介のコラボってこと？うむ、そうなるとどうしても企業の意向に沿った紹介になってしまう。しかも企業コラボが増えていき、多い時は5、6本連続なんてこともあったんだ。千尋さんが本当にその商品のファンで紹介したいものだったらいいんだけど、視聴者はこういうことに敏感だったりするし、ちょっと数が多すぎたのかも。前みたいに楽しくメイクをしてほしい、いつも提供動画ばっかりと、企業案件の多さを指摘する声が上がっていたんだ。最後の動画に至っては炎上 YouTuber でもないのに、低評価率 41% だ。これは厳しいわね。その後、動画はすべて削除したと思われ、チャンネルそのものが閉鎖された。千尋さん本人は何も語ることなく消えてしまったので、真相はわからないが、おそらくこの件は無関係じゃないと思うんだぜ。残念だわ。4人目は元美容部員の和田さんを見ていこう。炎上で有名になっちゃった人よね。和田さんは化粧品メーカーの元 BA という経歴を活かし、2018年5月に YouTube で、和田さんチャンネルを開設し美容情報を発信。わかりやすい美容経験者のレクチャーは人気となり、2022年1月の時点で、チャンネル登録者81万人を超えていた。元プロっていうところに信頼が置けるわよね。和田さんは多くのファンを獲得する一方で炎上も多く、一定数のアンチファンも存在していた。それは嫉妬とか？いや、和田さん本人が炎上を招いてしまったんだ。2019年2月13日のツイッターで、翌月に大阪でイベントがあることを告知した。和田さんは場所はまだ秘密としていたが、実はイベント会場へ事前申し込みが必要だった。なのに締め切りを過ぎてから詳細を知らされ、参加できないファンから不満の声が続出した。それでも和田さんは、フロアではお会いできますとツイートしたがその後、必ず会えるとお約束はできかねますと二転三転し、不信感を買い炎上したんだ。その後和田さんはツイッターを休止すると発表した。この対応はよろしくないわ。2019年10月3日には、インスタでファンからの手紙を公開したのだが、住所が映り込んでしまったんだ。
すると個人情報の漏洩を指摘したファンのコメントを削除した上、ブロックしてしまった。当然炎上し、それから20日経ってようやく謝罪。うわぁ、もう懲りたはずなのに2020年6月6日にインスタストーリーの企業 PR で、担当者の名前、連絡先、LINE ID が映り込んでしまうというミスをやらかす。個人事務所のホームページから謝罪文を掲載したが、検索に引っかからないように小細工してあり、騒動を大きくしたくないという意図が見て取られ、せこい、不誠実と大炎上した。2回もやらかしちゃうのもやばいけど、その後の対応はもっと大事なのに。せっかく美容情報が安定しているのにね。いや、その美容情報でも炎上を起こしているんだぜ。元美容部員としてはいかがなもので、良い子は真似しないでね的なケアだった。美肌メンテナンスと題されたコアナクレンジング法を試した人たちは肌荒れを起こし、肌のメカニズムを無視した紹介も多く、元美容部員の肩書きを疑う人が続出した。プロだと思うからユーザーは信用しちゃうもんね。どんな意見も嬉しいですと公言していた和田さんだが、これらの指摘には全てブロック。またブロック？そして和田さんへの不信感が決定的になったのは、ワンちゃんの飼育放棄疑惑だ。このことで和田さんを知らない人からも認知されるようになっちゃったのよね。2019年5月にトイプードルのワンちゃんをお迎えしたという動画が投稿された。運命の出会いと語っていたが、その後ワンちゃんの投稿がないことから、心配や疑問の声が広がり始めた。和田さんはその間に数回海外旅行に出かけていたので、飼育放棄や安否の疑問が深まる。ワンちゃんの画像だけでもアップしてというユーザーと、ワンちゃん関連のコメは、片っ端からブロックする和田さんの攻防戦が繰り広げられた。そんなことしたら余計に怪しまれるのに。2022年1月17日の動画でようやく、ワンちゃんは多忙のため実家に預けたと説明した。だがその6日後の23日の動画で事態は急転した。実家に預けたワンちゃんは先住犬と相性が悪く、本当は知人に引き取られていたのだと告白。これらのことが知られるとファンが離れてしまうと保身に走り、嘘をついていたと謝罪した。そして YouTube は休止すると報告し、これが最後の動画となった。でもどうして急に本当のことを話す気になったの？実家に預けた動画の2日後の19日、これこれ氏のチャンネルで取り上げられたからだ。出たこれこれ氏。相談者は和田さんにワンちゃんの安否を聞いてもブロックされてしまうので、これこれ氏の呼びかけなら応じてくれるのではとお願いしたんだ。結局和田さんと連絡を取ることはできなかったが、騒動が大きくなったことは想像がつく。今までは和田さんのファンとアンチのみの認知だったけど、こうなると対象は広がるし、実家特定班が動いたり、ワンちゃんの安否確認で突する可能性だってあるもんね。そういうことの回避やこれ以上騒動を大きくしないための謝罪動画だと思われるぜ。1年近く休止してるけどいつか再開するのかしら？ファンは待ち望んでいるようだが、リスタートはかなり厳しいものになるだろうな。今回は消えた美容系 YouTuber を見てきたがどうだった？人気で居続けるっていうのも難しいのね。美容系 YouTuber はユーザーの多くは女性だからシビアな部分もあるし、結構トラブルや炎上が多いんだぜ。それも気になるわね。それはまた今度改めて紹介するんだぜ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。